そうそう大変なことになる。1300年もの間絶対に立ち入ってはいけない、神の領域に入っちゃったんだ。この神社に入った者は原因不明の病や、不可解な理由、こちらメモ取ってくださいね。確かにね、そうだ。日本に存在する禁足地はい、よろしくお願いいたします。お願いいたします。どうなっちゃうんだろうね。本当に入ったらどうなるかっていうのを今から詳しく説明していこうと思ってるよ。いや、ありがたいチャンネル、ね、ありがたいチャンネルだよ。そうだよ、皆さんうっかり入ってしまう。そう、大変なことになりますからね。あ、確かにそれをね、防止するために。そう、だから日本全国見た方がいいんじゃない。日本全国見た方がいいっていうのはどういうことでしょうか。日本全国の人がってことでしょ。日本全国の人がね、民が見た方がいいってこと。確かに、ね、多分そう言いたかったんだ。民がね、足りなかっただけで。そうね、ちょっと難しくなるね。たださ、うん、その全国にいろんなね、禁足地があるっていうような話ですから、はいはいはい、まあ、今ね、登録していただいてる8万人弱の方たちはこれで救われると、うんうん、よかったね。よかったよ、このチャンネルに出会えてよかったね。本当によかった、みんなよかったよ、うん、ということで、日本に存在する禁足地をですね、紹介していきたいと思います。その前にですね、チャンネル登録とグッド評価よろしくお願いします。お願いします。それでは日本に実在する禁足地を掃除していきましょう。ベロリンちゃん、恐ろしどころ。はい、この恐ろしどころという場所なんですが、はい、うん、もう名前からも、うん、ね、行かないし。そうだよね、こんな名前だったら行かないそうでしょ。だけど、ぽっくり行ってしまった時にはもう恐ろしい。ぽっくりってなんだ。お前も死んでんじゃん。死んでん。ぽっくり行ってしまった時に行く前に亡くなってんじゃん。死んじゃってんじゃん。言い方変えましょうか。言い方変えよう。だから危うく行ってしまった時にね。ああ、そうね。でもその時にはもう恐ろしいところっていうのは分かんないわけですから。あ、そうか。そう、たまたま行ってしまった時にはここが恐ろしいところって看板もあるわけないですから。そうか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 。この恐ろしいところっていう場所なんですけれども、うん、こちらですね、長崎県対馬市に存在する禁足地でございまして、うん、八丁閣、裏八丁閣、宅津玉神社の、いらぬ壺の3つの禁足地の総称として使われているのが恐ろしいところという名前らしいんですけれども、3つもあるんだ。3つもあるみたいです。なるほどね。この恐ろしどころは、うん、1300年もの間絶対に立ち入ってはいけないとして守られていた聖地である、うん、ここは、天道信仰、いわゆる、太陽信仰の聖地であると。太陽信仰とは、未開社会や、うん、古代社会の宗教において、うん、太陽を全知全能の神としたり、太陽を崇拝の対象とする信仰だと。ほう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 。当時立ち入りが許されていたのは山伏や仏僧だけだったと。もし普通の人間が間違いで入ってしまった場合には履物を頭に乗せ、犬の子犬の子と言いながら後ずさりをし、許しを請わなければならなかったと。これは自分は子犬であって人間ではないというアピールである。それくらい入ってしまったら、もうだ、私は犬です、私は犬なので許してくださいっていうことをしないと、いや、たたりが来てしまうっていうことが信じられていたと。神の領域に入っちゃったみたいなことでしょ。まさにそうですね。で、この恐ろしいところに伝わる伝説があるらしいんですが、うん、その昔、対馬に入り口のない、うつろ船と呼ばれている船で漂流した高貴な女性が流れ着いた、うん、彼女は太陽の光で妊娠し、子供を産む、うん、太陽の子として、天道と名付けられた子は不思議な力で天皇や人々の病を癒し、死後の対馬を守る神として崇められた。そしてこの天道法師の墓が、八丁閣であり、天道法師の母の墓が裏八丁閣である。あ、という理由からこの2つは強く禁足地として知られていた。もともと山全体が聖域とされていたが、うん、現在この2つには入ることが可能になっている。今は入れる、今この2つには入ることができるみたいですね。今では普通に参拝できるのだが、いくつかのルールが存在する。やべ、こちらメモ取ってください皆様。確かにね、そうだ、危なかったね今、はい、今のところ聞き流してもらって大丈夫ですが、いや、そんなことはねえだろ。こっからはメモをしてください一応ちゃんと聞いてほしかったけどね、はい、塩でお清めをする、大声を出さない、はい、転ばない、はい、物を拾って帰らない、お参りが終わったらお尻を向けずに後ずさりをして鳥居まで戻る、このルールがあるとされており、守られなければたたりや死が待ち受けていると言われているということなんですって。で、この2つはですね、うん、お参りすることは可能なんですけれども、うん、こちらのルール守れば、うん、ただですね、この宅津玉神社のいらぬ壺は未だに立ち入りが許されておらず、
境内の一部にあるこの場所、今も縄で仕切られ禁足地とされていると、うん、木々の間から石積みの墓らしきものがあるのだが、うん、これが一体何なのか詳細も全く分かっていないという場所なんですけれども、だからなんとなくさ、うん、まあいろんな先人たちが、うん、いろんなとここういう禁足地に行ってね、うん、行ってしまうと死んでしまうという言い伝えがあるけど、うん、行って、うん、でなんとか、うん、死亡で救命すればと、うん、あの後ずさりすれば生きるった人がいるっていうデータが取れたんだけど、うんうんうん、そうかそうか、全く分かんないんだと思う、ここに関してはここに関してはそっか、対処のしようがないってことか、そうだからそれはだから本当にもうになんていうんですか、この地球の不思議というかね、う、一番最初にやっぱりその卵を食おうと思った人とかがいるわけですから、そっかそっかそっか、すごいよ、そうです、だから僕たちは本当に先人たちの轍を走っている状態ですよ、俺たちもだから作んなきゃできる、はい、やっぱルマにいたすけど、ふざけんなよお前、そうなってくる、ね、俺たちもって言ってたろ今お前たちが俺たちを背負ってやってくれば俺たちもになるんだ、ダメダメダメ、勘弁して、それはやっぱちょっとここはもう一生入らないようにしよう、全員全国民、まあでも確かにこういう風なところがあった方がいいのかな全部解決する必要もないんだ、全部そのね知る必要もないのか、そうね、うん、まあそれくらい謎な方がコンテンツとしても盛り上がってくるんじゃないかな、あんま禁足地にコンテンツって言うなよお前、冷めるから、ね、怖くなくなったよ今、だから本当に恐ろしいところっていうコンテンツも、ね、謎があった方がすごい、冷めるわ、やだわ、コウノキ、はい、このホオノキという場所なんですけども、こちらはどうですか、知ってますか、いや、わかりません、全く知らない、うん、でこちらホオノキなんですが、山梨県にある、はじかの諏訪神社にある御神木のことだと、あ、うん、この神社は JR 中央線に面していて、うん、境内から、はみ出た、ホオノキの枝を避けるために線路には屋根が設置されていると、で明らかに木が邪魔になっているんだが、この木に関しては切ることはおろか、落ちた葉っぱさえも誰も片付けようとしないんですって、なぜならこのホオノキは触れただけでとんでもないたたりがあると信じられている木であると、その証拠に諏訪神社に教育委員会が立てた看板にあるのだが、うん、そこにたたりを公的に認めた一文があるのです、そちらの文なんですけれども、うんうん、古来からこの神木をおろそかにすると不祥事の事件が起きると信じられているので、真意に逆らわないようにしているっていうのが残されていると、さらにたたりについて、の記録も残っているんですって、1905年丹後の節句に、柏の葉の代わりにホオノキから落ちた葉っぱを使い柏餅にしたところ、はい、次々と集落の人間が亡くなり、12個あった家が、2個まで減ってしまったと、1953年には中央線の架線に枝が触れるとして6名の作業員が枝を払った、うん、すると6名のうち5人が、事故死、残りの1名は別の事故で大怪我を負ってしまったと、それ以来鉄道関係者も住民もこの木に一切触れなくなった、うん、そのため、枝も伸びっぱなしになり落ちた葉もそのままになっている、うん、神社自体は普通に立ち入ることができるのだが、うん、誰一人この木に触れるものはおらず、うん、木の周りだけ禁足地扱いとなっているということなんですが、ただもうこんだけもうはっきりとあるっていうのがね、うん、誰かもう本当に犠牲になってこいつを切るみたいなことでしょ、もう、もうやるとしたらね、やるとしたら、うん、おいふざけんなお前ものすごい視線を感じたんだけどやめろお前、葉っぱ1個だけ葉っぱ1個、それで偉いことなんだからお前、それは勝ちを欲しいにしてくれだからお前家なくなんだよそんなことしたらここの家、ここの団地がそうだよじゃあこの1個だけくり抜かれてなくなるだろ、この部屋だけ多分ジェンガみたいだねなんだよお前楽しくすんなよお前ジェンガみたいな、楽しくすんなよ、ここだけポコンってなってね、そう面白く言ってないからやばいことが起きる、あ、やばいことが起きるんですね、そうだ、ダメですよこれ、俺スイーパーズとして落ち葉を掃除してきたっていう動画とかはね、怖めっちゃ炎上すんじゃないそれ、すごいことだよ、それでだからなんかたたりが起きちゃったらねって恐ろしいところもあるよと、それでこれも気をつけてください、アラグスク島、はい、このアラグスク島っていうところなんですけども、うん、まあこれなんとなく差し付くんじゃないですか、うん、沖縄かな、ね、確かにね、うん、っていう感じはするけど、ジョーグスクっていうところがやっぱ沖縄なんですけど、ね、まさに沖縄県にあるアラグスク島なんですが、うん、島民はおよそ10人未満の小さい島だが、ここの、島内には
住民以外は立ち入ってはいけない禁足地が多く存在すると。なるほど。でその禁足地の多くは神の通る道とされ、うん、中でも有名なのは人魚神社という場所。沖縄では過去に呪言を捕らえた王府に献上していたのだが、うん、その魂を祀っているのがこの人魚神社である。へ、部外者は当然立ち入ることが禁止されている、うん、名前を書いた看板も存在せず、鳥居の前には立ち入り禁止という看板だけが立っており、不気味な雰囲気が漂っていると、この神社に入った者は原因不明の病や、不可解な理由で命を落とすという噂も存在する。さらに集落も立ち入り禁止とされているため、非常に謎の多い島と言われていると。人魚神社に足を踏み入れた者は体調不良に苦しみ死に至る者もいるという。これは部外者を入れないための噂に過ぎないのだろうか。で、ここの島ですね、うん、まあ、こういう人魚神社っていうところも有名なんですが、うん、何より恐ろしい、うん、言い伝えというか、うん、タブーが存在するんですが、年に一度、豊年祭というものを行うと。ほうほうほう。これが日本民族学最大のタブーと言われているんですが、うん、タブー、祭りの詳細は分かっていないのだが、こういった内容 なのではないかと噂されている、うん、あくまで噂でしかもうないんですって、これは。そうなの。祭り当日、人魚神社にて、神おろしの儀式が行われ、うん、おろされるのは、赤又黒又と呼ばれている神で、全身を草で覆い、赤と黒のお面をつけているという、うん、この祭りがなぜタブーかと言われているのか、噂ではこの祭りを通して男女の交わりが行われているのではないかと言われている。この島は極端に人が少ないということで、近親交配がささやかれているのだが、それを儀式として行うのがこの祭りだと言われている。近親交配を行い、障害を持って生まれた子供を人魚と称して生贄に捧げる、さらにはその肉を食べていたのではないかという噂まであると。ちょっとね、結構すごい話じゃん。いわゆる民族学的なタブーというのはこういうところが来てるんでしょうけど、で、あくまで噂されているのだが、うん、儀式が行われて されている洞窟も立ち入り禁止なのだが、うん、過去にここにお調べてみようとした学者が島民に眼球を石で潰されている。これは実際に警察も認めている事件となっている。さらにこの祭りを見に来た部外者が、島民に集団暴行を受けたという記録まで残っている。祭りの内容を公開することも撮影することも固く禁じられているため、今でもこの祭りの様子はネットにも上がっていないという場所なんですけれども、だから本当に、ね、僕たちも調べますけども、で、いろんなことをなんか出てきたら詳しく調べるじゃないですか、うん、そうね。で、大体、さっき言った恐ろしいところとかもネットの中で、ちゃんと写真が出てくるんですけど、あのね、本当にこの祭りの様子だけ写真一枚もないですよ。マジじゃん。どんだけ探してもない、うん、本当に。で、過去にここの島かどうかわかんないんですけど、うん、まあ、タッピーがさ、うん、テレビの方で仕事やってる時に、うん、石垣の人から行っちゃいけない島があるよって話聞いたと。ああ、その話ちょっと今、うん、ちょっと聞いていい？それが、うん、まあ、石垣島の近くの島なのか、うん、まあ、ちょっと離れた島に、うん、まあ、そこだけ入っていけないって、うん、まあ、言ってた通りの、うん、で、そこに日本刀まで振り回してる人たちがいると、うん、要はそれも、うん、法律で裁けない、その切ったとて、それが罪にならないような、もう暴れた人がいるような島があるっていうのを、ずっと石垣の人に注意されてて、そこに間違っては、間違っても行っちゃいけない。それがここなの？の可能性もあるよねっていうね。っていうことだね。話を聞いてると、同じようにちょっとリンクするところが罪になってないところとか。でもこう、なんとかね、そういうお祭りってどういうものなのかって見たいですけども、うん、だから見せられないとかさ、そうだね、お祭りってどっちかっていうと今の時代なんかその土地の大きさ見せたりするみたいなところもあったりするでしょ。そうだよね、うん、賑わってる様子を見せるというかね、うん、それをしないお祭りってことはやっぱり本当に神様を祀って讃えるっていうところで言うとね、なんかいろいろ儀式見せられない、民族学的なタブーってなると、うん、なんかね、抑えれるものでもなさそうなね、なんかね、ちょっとね、気はしますよね。つけいったらちょっと怖いね、ここはね、うん、反応してる。これさ、裸足の足跡だよね、ほんとだ。こっちに喋りかけてる声だったの。うわっ、くした沖縄の始まりがすごすぎるぞ、これ。侵害の森、
はい、この新街の森という場所なんですが、こちら滋賀県ですね、滋賀県の近江八幡市にあるこの新街の森なんですが、別名滋賀の森とも呼ばれている滋賀県内でも有名な心霊スポットであると、広大な田畑の真ん中にポツンと森の一部を切り残したように存在するこの森はどう見ても不自然な、様相である。ここは神社のお旅所、神輿が一時的に休憩する場所となっているのだが、実はここには織田信長が処刑場として使っていたという話がある。信長不在時に無断で城下へと遊びに出ていた女郎たちは、見つかってしまうとここで首をはねられてしまったという。この森は安土城からも近く、処刑場として機能していたのもおかしくない立地である。現に報告されている心霊現象の中には女性の霊が、やはり多く、夜になると女性のすすりの鳴く声が聞こえたり、姿勢を感じるなどの報告が後を絶たないと。さらにこの森の裏手に、祠があることによってその信憑性を増している。この祠はとある二人を供養するために建てられたものだと。その二人は、安土で宗教論争を起こし、別宗派の人間に議論を吹っかけ、城下で、宗教間の大騒動を引き起こしてしまう。信長が仲裁に入り事の収束を命じるも、それを聞かずにその後も論争を続けた。これに激怒した信長が見せしめの意味も込めて、侵害の森で二人の首をはねた。さらにこの森の木を切ろうとしたのも、したものがたたりを受けたという記録も残っている。森を切ろうとした、作業員が怪我をしたり、開拓しようとした人間が原因不明の病で亡くなっていたという。こうした記録から禁足地と伝えられ、木を切ることも避けられていった。現在は立ち入りを禁止されているわけではないのだが、もし入ってしまったらどうなってしまうのかという、ものなんですけれども、はははは、まあ、侵害の森ね、通称…でも、まあ、普通に入れるんだね。入ることはできるけど、まあ、入ることは推奨しませんよっていうね、場所なんだろうね。いわゆる死骸の森って言われているっていうところも何か引っかかりますよね。名前がやばいよ、ね、心霊スポットじゃん、もう。いやもう本当にどっちかって言ったら心霊スポットに近い、ね、近いかね。そういうところにやっぱりふざけて行ってしまったりとか、まあ、勝手に木を切ってしまうっていうと、何かが起こってしまうっていうのはやっぱりうなずける部分ですよね。そうだね、はい、ということで日本に存在する禁足地紹介していきましたが、どうでしたか？とってもいい回でした。いや、これ勉強にもなるし、いい回だったんじゃないですか？本当にそうだね、スタディサプリですよ、本当にそうですか？そうか、歴史の勉強もできましたからね。確かにね、信長さんがね、こういうところで処刑場を作ってたの、なんとかの森とか言ったところで、なんでそんなになっちゃうの？大事大事、スタディできねえだろ、全然侵害の森ね。侵害の森、侵害の森で、あのそう宗教論争があったっていうところとかのね、歴史の勉強もできましたし、今回でもお笑いもね、ちょっとあのふんだんにね、そう、あんまり自分から読むんじゃないよ、盛り合わせてるんでね、そう、めっちゃ用意してたみたいな感じ。とってもいいスタディアプリよ。そうだね、スタディサプリだよ、スタディアプリだよとか言って、何にも分かってねえじゃんこいつ。いや本当にもう、もう僕たちも勉強の途中ですが、人っていうのは、学ぶことをやめてはなりません。はい、そうですね、我々と一緒に勉強していきましょう。はい、以上、おかすみでした。あれ、塾に行くより勉強になったぞと思ったあなた。チャンネル登録と高評価、ペロリンキア。めっちゃ聞こえない？なんでこれ聞こえないのかわかんないんだけど。いやマジで噂通りじゃん。この写真が入ってたみたいな感じなんですけど。なにこれ、俺多分絶対違う、みんなとここにいる感覚が。まあ、なぜか人が亡くなってる。いや、ラップ音だ、今笑ったんだね。急に人が部屋の中に立っているとか。まあ、男性が私を見つめてくるとか。反応してる。これさ、形しようとね。本当だ。こっちに喋りかけてる声だったね。びっくりした。
これは終わったわです。